前回までの目覚めの祠杯。どうも、皆さん、マンシンによるフラグ建設からの、見事な回収に定評のあるゆっくりバオッキーです。引き続き目覚めの祠杯をお送りしております。前回のラウスコンブさんで負けてしまったため残り全勝しなくては決勝の目がなくなってしまいます。ちなみに楽しいグループの結果は該当の動画を見てくださいね。そして首の皮一枚残すための大事な一戦になるこの試合。そんな崖っぷちの試合の対戦相手はこちら、ドン、はい、有心国王です。普段は多分ネと戦ってきたり、いろいろイベントに参加したり、自称国王の権限振りかざして自国民から重たい税を徴収していたり、Cブロックメンバーにオアシス扱いされていたりと、とりあえず変な人です。だがしかし対戦面では未知数。何をしてくるかわからない怖さがあります。ここが崖っぷちなのは相手も同じ。前回のマンシンを悔い改め、全力で倒しに行きましょう。それでは今回使用する馬車ボルトの発表です。ババーン馬車ボルトバージョン 5.1 です。次の発散戦もあるので詳しくはご紹介はできませんが、構築的に楽しいダブルバトルには絶対ならないと思います。それが許せる心の広い方のみこの動画の先にお進みください。本当にもう後がないんです。威張ってでも勝ちたいんです。対戦前に、国王と話していた時に、ボコボコにされてもいい。あっさり負けても構わない。ただ動画をグダグダにするのだけは勘弁してください。そんな実況者の鏡のようなことを言ってました。素晴らしい、なんて素晴らしい実況者なんでしょう。そんな実況者と全力でぶつかり合えば、きっと素晴らしい対戦になるのでしょう。いやー残念だな。彼の希望を何一つ叶えられそうにないのがとてもとても残念だよ。そんな気持ちで挑んだ2戦目、グダグダにしなくていい構築が相手ならいいなぁなんて思いながら国王との PT 交換したのがこちら。あ、はい、これあれですね。きっついですね。ていうかマリルリライ中のせいで、いろいろこちらの処理ルートが一致してないですね。諦めましょう。諦めて威張ることを決意できたなら次は戦術です。初手ライ中マリルリから入られると、猫騙し腹太鼓でゲームが終わってしまうので、こちらの初手は威張れるボルトロスと単体火力が一番出るマンダで行きましょう。ライ中の処理さえできればというところですが、そんな無理するくらいならおとなしく威張りましょう。あとの2匹ですが、どう見ても刺さってないどころか何ができるかすらわからない馬車様はお留守番。馬車様がいないなら、大して役に立たないピッピも置いていきましょう。これで消去法的に裏は刻んとランドですね。氷の一貫性がひどくて吐き気を催しそうですが、氷技打ちそうなのがゲンガーと多分ねだけなので、来中は今までのこっちの構築的に、メザ氷とか仕込んでないと思いたいですし、うまくいなしながらやっていきましょう。ぼちぼち戦へと参りましょう。それでは有心さん対戦よろしくお願いします。うえっへっへ。お前の動画、グダグダにしてやるぜ。国王の初手は雷中ランド、雷中の風船が見える、こちらのマンダの威嚇が先に入る。ってことはあれスカーフじゃないですね。一般的にはスカーフじゃないランドは、ジョッキを着てることが多いと思いますが、一応それ以外も計算して動かしましょう。恒例の初手です。相手の雷中にメザ氷さえなければやや出しがちといったところでしょうか。雷中がボルトに猫騙ししてきやすそうですが、残念ながら守るを持ってないので守れません。なのでここは2匹とも動かします。ボルトはメザ氷をランドへマンダはメガ進化して範囲技を打ちます。いきなり岩な誰でも、ひるみさえしなきゃ、なんとかなりそうです。ここで国王が強行、違った、強行に入ります。相手から見るとどっちに猫を打つのか、ランドは技を何を選ぶのか、考えることは多そうです。ちなみに私ならボルトに猫、ランドで雪崩をしちゃいそうですね。あ、でも S 負けしてるからそういうわけにもいかないのか。無難なのは猫打ちながらランド回収ですかねー。さて、本日初のお披露目になりますメガ進化。今回はメガマンダを準備しております。走行しているうちに猫がマンダへ。マンダに飛んでくるのか、動けないのは仕方ない。相手のランドはトンボ返り、足が遅いボルトを使ってるのが裏目に出ましたね。
とはいえここまではある程度想定内。問題は何が裏から来るかですが。マリルリだったら諦めて威張りましょう。多分出てくるのは多分ねちゃん。これならまだなんとかなりそうです。ボルトのメザ氷が当倍で入っていきます。弱い。さてさて、盤面が多少動いた2手目。ここはマンダ守らせながら、おそらく氷技持ってるであろう多分ねに、威張ります。現状このボルトに多分ねちゃんや雷中への有効打はありません。じゃあ引けばいいじゃんと思いでしょうが、裏を考えると誰にも引けません。ランドは氷技で落ちますし、忌残の体力は削りたくない。なので居座って威張ります。マンダが守る。雷中も守る。よしよし、これはいいぞ。ボルトの威張る、無事当たりましたね。これで国王の多分ねちゃんは 50% でしか動けません。さあここからお待ちかねのグダグダタイムの開演じゃ。自称しろ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 。やったぜ。念のため守らせましたけどこれなら殴っていてもよかったかもですね。美味しいアドバンテージをいただいたところで、ここは一気に行きましょうか。グッダグダにしてやんよ。ボルトで雷中に威張ります。ここも無事命中。両方動く確率は 25%。両方動かない確率も 25%。マンダの捨て身タックルでまずは多分ねちゃんを狩りましょう。普通なら落とせているはずですが。落ちない。さあ雷中、君は動けるのか?やったぜ。まずは 50% キャッチ。これも美味しい。威嚇を忘れてて落とせなかった多分ねちゃん。実証美味しいです。さてさて、アドバンテージ3つも取った3ターン目。ここは多分ねちゃんを残す可能性も考えて、一旦マンダ回収します。出てくるのはおそらくランドでしょうから、そっち側にメザ氷打っておきましょう。マンダ回収して、ランドバック1点読みの刻ん投げます。いつもの切り刻ん降臨。読み通り多分ねちゃんが引きます。ランドこい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 。やったぜ。読み通りランドロスバックで切り刻んの A が上がります。威嚇美味しいです。うまくはまりましたね。さて、引き続き混乱中の雷中、スワッガーイズボット。そして交換読みで売ってたメザ氷が、ランドに刺さります。やっちだと、正直一発で落とせるとは思ってませんでしたが、これのせいで守るのタクが発生してしまいます。ここ、割とめんどくさいですね。スカーフでも直帰でもないということは何かしらの補助技ないし守るがあるということ。普通に考えたら守るだけど、そこを縦に動かれると少し厳しい。ならばここは保険をかけながら、後ろにいるこっちのランドで雷中処理できるようにしましょう。そうすれば裏がアローマリルリならボルト、ゲンガーなら刻んと、メンツでの有利が取りやすくなります。刻んで不意打ちをランド方向に打ちながらメザ氷で雷中の風船を割りに行きます。たとえここで不意打ちすかされても、剣前なら積まれても不意打ちで縛り続けられますし、ここは面倒な雷中の処理ルートを確保しましょう。技は威張るのおかげで何も見えていませんが、場にいるだけでボルトの仕事が減っちゃいますから。国王は雷中回収。後ろから多分ねちゃん降臨。刻んの不意打ち、しかし通らない、なんだ。と、見たことないぞそんなランド。とりあえずボルトのメザ氷は多分ねちゃんへ。やっぱり弱い。またも面倒な形になりましたね。なんだあのランドロス?残りの技はなんだ?常識的に考えれば、地震、岩なだれ、トンボ、身代わりだけど、身代わり持ってるだけでもおかしな方だから、何持ってても不思議じゃないぞ。仕方がない。ここは刻んのタスキを盾にして、多分ねちゃん方向に動かしましょう。多分ねちゃんが居座って目がしても平気なように、アイヘを打っておきましょう。その間にボルトでランドの身代わり終わっておきましょう。そうすれば次の対面で、最悪でもタクゲーを迫ることはできるはずです。ここでランドが地震ぶっぱ、多分ねちゃんごと刻んを葬りに来ましたね。だがしかし私の切り刻んは気合のたすき持ち、国王の多分ねちゃん一人脱落となります。
このターンまで基山の持ち物が割れてなかったのが大きいですね。さて、身代わりを割りましょう。そんなにメザコーリ連打する場面ってないんですけどね。なんか今日はやたら打ってますね。とりあえず割れました。基山のアイヘでランド処理しちゃいましょう。ランドロス突破。これで相手はラス1を出さざる得ないわけですが、マリルリだと最悪です。死に出しからのマリルリ雷中とか、お腹叩かれて負ける未来が見えるんですが、雷中登場。知ってる。炭酸水？あ。知ってた。知ってたけど最悪だ。諦めましょう。この並びを作るために2匹捨てたんでしょうし、ここは当初のプラン通り行きましょう。ボルトでマリルリに威張ります。ここまで散々自称してくれてるので、次も期待しちゃいましょう。猫が飛んできそうな基山は守らせましょう。次のターンの雷中のアンコール、威張るから関係ないです。基山守らせーの。雷中の猫騙し、よし、ボルトの威張るを雷中へ。無事に命中しました。ここでマリルリが自称したらもうほぼ勝ちです。逆に動かれてポンポンされると結構きついです。動くな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 。大、勝利。イバルは神？はっきりは勘だね。マリルリの持ち物残飯なの？でも残飯太鼓型もたまーにいないこともないから、警戒はしておきましょう。ここは悪事警戒でマリルリ方向に不意打ち、雷中には、手を休めず威張っておきましょう。ここまでやったら徹底的にやりましょう。ぐったぐだにしてやりましょう。宣言通りボルトの威張るを雷中へ。今のところ威張る必中ですね。強い、そして国王の混乱自称率もパーフェクトですね。逆にすごい、基山の不意打ちをマリルリへ。これでマンダの攻撃圏内に入れました。悪事じゃないのか、さあ動けるのか雷中。動いた、どっちだ、そっちならオケ。ってことはマリルリ対抗してんのか。お願い動かないで。スワッパーイズゴッド。もはやこれポケモンじゃないと思うんですよ。そう入ってもこれ、大会なのよね。勝たせてもらいますぜ。さすがにアドロッコももらったら何しても勝てると思うのよ。それでも確実な勝利のために行動させましょう。さっきは利損ねた雷中の風船を割りに行きます。はたきとメザコーリを集中させます。さあ雷中、今回は動けるのか？お、動いた。アンコールあったのか？ってことは猫、ボルチェン、アンコ、守るか？ここはとにかく風船さえ割れれば OK。ボルトのメザコーリ、割と入ったね。無事風船も割れたし、あとはもう確率に頼らなくてもいけそうですね。さてマリルリ。やっぱり動けない。これ、動画にしちゃっていいんだろうか？さっきも言ったけど、これ大会だから。投稿動画とか選べないんで足からず。そんなことは置いておいてこのターン。ようやくボルトに仕事がなくなったので回収しましょう。基山は不意打ちしか打てないのでさっさと処理をしたい雷中方向に不意打ち。ここで基山を落としてもらうことで安全にランドロスを繰り出せます。マリルリの持ち物は残飯なのでここまで来てしまえば腹代行されても大丈夫。マンダバック。ここで雷中の混乱が解けて守る。さすがにこれ以上は欲張りすぎだな。当然基山の不意打ちは不発。マリルリも正気に戻って、ダクユー。って、お前特殊なのか、見えない腹太鼓に怯えていた私は一体、そして下がる命中、基山が倒れますが計算通り、これで裏のランドの自信が一貫しましたね。のんびり攻撃技をして終了です。しかし特殊マリルリか、一切想定してなかったわー。一応ボルトから出すもの考えましたが、2連守るを決められてしまうと面倒なのでランド投げます。あとはもうこっちはさっき言った予定通り上から殴りつけるだけです。ランドで自信を押してマンダで捨て身を押すだけの簡単なお仕事。逆に国王側は多少無理な卓でもなんとか勝ち筋を探さなきゃいけない。自分がしたこととはいえ大変そうだなー。さすがにあんだけアド取られてたらねー。ゲームにならないよねー。国王はここで2連守る。失敗。ランドの自信が相手を襲う。やっぱりあのマリルリ硬い気がするけど、多分気のせい。雷中突破してほぼ勝ちですね。おい。まあ多少はね、ダクユーが両方に当たるけど、さすがに耐えれる。おい。おいおいおい。
なんだこの試合、いやいやいくら命中下がってるって言ったってここから攻撃全部は外れないでしょ。こっから先はずっとさっきと一緒で上から攻撃し続けるだけで大丈夫。自信と捨て身をしてターンエンドだ。あ、あれまさか、さすがにこれは当たるよね。当たりました。無事マリルリ撃破。いやーやっぱりイバルは神。はっきりわかんだね。勇神国王、対戦ありがとうございました。これでようやく一勝一敗。ギリギリ予選突破の目を残しました。では、後語りへ参ります。ここまでご視聴ありがとうございます。目覚めの祠杯第2回戦をお送りさせていただきました。2回戦終了時点で1勝1敗、予選突破に十分目が残る結果にできました。なんとか次も勝手に恩にまでねじ込めればと思います。応援してくださっている皆様の期待に応えられるよう精一杯頑張りますね。また、目覚めの祠杯ではないのですが、来週にもう一本動画を投稿します。今週、来週、再来週と3週連続で投稿しますのでぜひ楽しみにしていてください。宣伝もそこそこに今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。